グローバルボーイズグループ、上腕、JO1、野豆原和成が、22日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組、上腕のオールナイト日本 X、クロス、日本放送、毎週水曜深夜0時、に出演。トレーニングやダイエットについて語った。写真、上腕メンバー、上裸姿で肉体美際立つ、上一豆原一世川西匠が、やばい。 と驚愕する筋トレ事情を告白川西匠から豆豆原が最近めちゃめちゃ鍛えてる戸豆原の筋トレ事情が明かされ川西は昨日豆が練習終わって着替えててたい見たんですけどやばいよ戸豆原の筋肉に驚愕豆原は昨日も21時ぐらいに練習を終わったじゃないですかその後ジム行って今日も相間で と口にし、僕体調を崩したじゃないですか。その時に、体重が2、3キロ落ちたんですよ。ちょうどいいやと思って、そのまま行けると思ってそこから食事も始めて。やり始めて今1ヶ月半ぐらいですかね、と体作りを始めたきっかけを明かした。そして、白い悪気が、カロリーとかいろいろ気にして、みんながばーって食べてても食べないとかね。 あれが一番きついでしょう。と豆原のダイエット事情に言及すると、豆原は、1に2200キロカロリーぐらい決めてて食べてるんですけど、ローファットダイエットって言って脂質を少なくしてダイエットしていくのをしてるとダイエット法を説明。続けて、今月の29日をチートデーにしようと決めていることも告白し、もう1ヶ月半ぐらいずっとこの生活してきたんで、さすがにいっぱい食べたいなと思って、 12月忙しいし、一旦11月の底でバッと食べる、とチートデーを楽しみにしていると声を弾ませた。モデルプレス編集部、情報、日本放送。